疲れ様でした。はい、今日はあの頑張れ日本全国行動委員会の2周年ということで、はい、石木さんにもゲストとしてご登壇いただいたんですけれども、はい、石木さんといえばもう日本国民がみんなこう石木さんの勇気に感動したと思うんですけれども、の選択ビデオを公開された、まあ別に勇気とかそういう話じゃないんですけど、はい、でもあのビデオを見て本当にこんなことが起きてるんだっていうことを実際に映像で見ると実感できますよね。まあ百聞は一見にしかずですね、はいはい、であのビデオを見てやはり尖閣問題に関するこうデモに参加される若い方とかも非常に増えたんです、うん、まあ、そういうきっかけになったんであればまあいいかなと思いますけど、はい、あの今までどうしてもこういったデモですとか集会って言いますと割とこう、まあ、年配の方が多かったりしたんですけれども、うん、それがこう何て言うんでしょう、どんどん人が変わってきて若い方であったり女性の方であったり、もう本当に赤ちゃんを連れてベビーカーを押しながら参加される方というのも非常に増えてるんですけれども、はい、そういったこの変わってきてる変化についてはどのように感じていらっしゃいますか。やっぱり意識を持つ、事実を知るってことはやっぱり第一段階だと思うんですけど、まあ、それからどうするかですよね、問題は。だから問題はここからだと思います。どういったことをしていけばいいと、まあ、どういったことっていうか、やっぱりそれは一人一人が考えることですから、うん、いろんな立場があったりしますから、はい、それはできることはおのずと限られてくると思います、はいはい、そうですね。大和新聞の読者の方もですね、本当に皆さんいろいろ考えて一人ずつが行動されていると思うんですけれども、それで読者の方に一言メッセージをお願いします。難しいですね、まあ、私から偉そうに言えることはないんですね。やっぱり自分の信念に従って、一人一人考えて行動していけば、まあ、おのずと結果は良くなってくると思います、はい。